はい、AKB48 チーム8愛媛県代表チーム4県人の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきます。はい、というわけでちょっと今日はね、夜が遅くなりそうなので、ちょっとお昼に配信をさせていただきました。さあ、今日は何の話をしていきましょうかね。何の話しますか？どうしようかな。あくびが、まあね、朝はある程度の時間で起きたんですけど、そう、やっぱちょっと朝はね、なかなか眠気が取れん。まあ朝でもないんですけど、今もうお昼になるんですけどね。ツチノコは本当にいるのかについて、ツチノコどうなんだろうね。実際ツチノコってさ、いるって信じられてるもんなのですかね。どうなんでしょう。あ、でも信じてる人はいるんだ。どうなんだろう。私は信じてるかどうかって言われるとそんなにかな。あんまツチノコについてちゃんと考えたことがないからっていうのはあるんですけど、なんかめっちゃもうツチノコは絶対にいますよとは言えないけど、いやでもツチノコは絶対おらんでしょうとも言えないって感じですね。なんか私にとってツチノコはそういう存在
皆さんはツチノコ信じてますか？じゃあこれ投票すりゃいいんだ。ツチノコ信じてる人は1、信じてない人は2、その他3で。ツチノコを信じてるよという人は1番、信じてないという人は2番、その他どっちでもないかなの人は3番で。そう、どれぐらいの人が信じてるのかっていうのはめっちゃ気になるんだよね。そもそもツチノコって何？なんかヘビがなんかの、なんかヘビがなんかなんだっけ、すごい体になんか詰め込みすぎてああなったみたいな説もあるけどね。確かにツチノコって何なんだろうね。ヘビの仲間になるのかな。それじゃあそろそろ投票終了しますね。信じてる人が一番多いね。その他どちらでもないが 33%、 信じてない人が 25%、 信じてる人が多いみたいです。このショールームでは。カッパ的な存在、あーそれはそうかもしれないね。まあね、世界には本当わかんないことだらけなので、ちょっとね何とも言えないんですけどね。金縛り中に幽霊見ることあります。あ、でもよくそういう話あるよね。金縛りしてたら誰かに見られてるみたいな。でも私まだ金縛りに会ったことないんですよね。そう、皆さん金縛りには会ったことありますか？じゃあそれも投票してみよう。金縛りに会ったことある人は1番、会ったことない人は2番。投票してみてください。金縛りに会ったことある人が1番、会ったことない人が2番。それじゃあそろそろ投票を終了しようかな。終了しますよ投票。はい。
金縛りに会ったことある人が 73.3%、 会ったことない人が 26.7% です。はい、結構な人あるね金縛り。まあでも金縛りはよくねあるみたいだけど、なんかあれだよね、私はまだ会ったことないですね。ね、なんかファンの方でよく金縛りに遭うんですみたいな方ちょっと多いんですけど、なんか多いというかよく聞くんですけどね、私自身金縛りに遭ったことないからさ。まあでも金縛りは多くの人が一回は経験するもんなんだろうとは思ってる。これから私も経験するのかしら。経験したいとは思わんけど、そうね、なんだろう、まあ経験したことがないからね、なんかどんなものなのかなと思って、あんま経験したいとはそんな思わんけど、山さん尊いありがとうございます。ね、本当に、まあでも悲しがるよりも何よりも私はちょっとまだ眠気が取れてないのがねちょっと悩みです。今のそうなの、いまだにちょっとまだ眠いんだよね。困ったな、もうお昼になるのに。アルビンズランクさんハートありがとう。目覚ましを止めようとしても体が動かないこととかない？全くないですね。
いい睡眠が取れて、まあでも私の場合ちょっと眠りが浅いんですよ、めっちゃ。そうなんです、だからそれが悩みではあるんですけど、最近はあんまりないかな。でもたまにねあるのは5時間ぐらいで起きちゃう、5、6時間ぐらいで起きちゃうんですよ私。本当はなんか7時間ぐらいは寝たいんだけどなって思っても、なんか6時間ぐらいで起きちゃって、なんかちょっと困ったなっていうことが多いですね。基本的にもうアラーム鳴ったらすぐ起きられる、それはそれでいいことではあるんですけど、なんかそう、それはそれでいいことではあるんだけどね、私の場合それがちょっと困ったことなんですよ。昔だとちょっとほんと5時間半で絶対起きちゃって、あつらって思う時がいっぱいあります。私は、はいちゃんさん節分ありがとう。水飲んだ。レインボースターもありがとうございます。人によるけど6時間は寝た方がいいらしい。そう、なんか最低6時間がいいらしい。うん、まあ本当私の最近の理想は7時間なんですけど、あのどうしても6時間睡眠になっちゃうかな。そう、なんか本当思うように寝れないのがめちゃめちゃ悩みでさ、でなんかあのしーちゃんに、あのジョンマイラブのキャストのしーちゃんにね、なんかあの相談したんですよ。しーちゃんっていう、あしーちゃんよく眠れるみたいだからさ、なんかそう私眠りが浅いのか、なんかあんま寝れないんだよねっつったら、アロマとかやったらいいんじゃねって言ってた。まあアロマ試したことないからね、効果があるのかはちょっとわからんけど、そう本当に悩みではあるんだよ。まあでもまあるんちゃんそれずっと前から言ってるよねっていう思う方多いと思うんですけど、まあそうです、ずっと前から言ってます。もう1年以上言ってる。これは本当に寝れないんですっていうのは、なんか寝つきはそんな悪くはないんですよ。割とすぐ眠れるんですけど、眠りが浅いんですよね。そう、本当にちゃんと。でもそう今本当に今日眠くてさ、6時間寝たのに眠いんですよめっちゃ。そうなの、困っちゃったな本当に。まだちょっと眠いよ。なんかもう今
朝の気分だけど、もう12時なんでしょう。お昼。まあでもちょっと寝る時間がぶっちゃけないからさ、そうなんですよ。あんまりはね、ないからさ。まあそのうち目覚めるかなとは思うんですけど。寝ても寝足りない時ある。まあ確かにね、それはその気持ちはわかるわ。でもそう、なんかやっぱよくさ、30分前にいやもうスマホ見るのやめるってあるじゃん。それをね、何回か本当実践しようと頑張ったけどさ、うまくいかないんだよね、それが。そうなんですよね。なんかそれができたらいいんだけど、みんなはできますか？ちょっとじゃあアンケート取ってみよう。寝る30分前までにスマホを見るのがやめられる人1番、やめられない人2番で。どうなんだろう、どっちが多いんだろうか。寝る30分前までにスマホを見るのをやめることができる人が1番、できない人2番でやってみてください。私もなんかついつい動画を見すぎて、なんか気がついたらもう夜中っていうことがある。そう、寝る前に動画見ちゃうからさ、なんかそれをなんとかできん、なんとかね、別のことができたらいいんですけどね。そう、それじゃあそろそろ終わりますね。投票終了。やめられないという人が 75.1%、 やめられるという人が 24.9% でした。やっぱやめられない人が多いですね。私もその一人です。そっか、今日ツインテールの日か。でもツインテールって2月22日もツインテールじゃなかった？気のせいでしたっけ？それはニャンニャンニャンの日だっけ？まあ、昨日ツインテールの写真メールに送っちゃったからな。もう一足お先にツインテールの日やっちゃったんだよね。
そう、先にツインテールの写真をもう上げてしまってね、私には今あんまりツインテールの写真が残ってないような気がする。どうなんだろう、まあ見たらあるかもね。まあでも今の短さのツインテールはちょっと子供っぽくなっちゃうかな。あ、巻いたりすればまだね、なんとかっていう感じなんですけどね。今ツインテールするとこんな感じです。ちょっと私前髪がね、なんかここ辺に跳ねちゃってるんですよ。だからあんま気にしないで、みんな結局これを止めるっていう。あとでちょっとあのアイロンで直そう、癖というか。はい、ということでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位が早送りカレーうどんさん、12位が石のピンポンさん、11位ヤマさん、10位ガウリーさん、9位イチゴさん、8位キャパさん、7位ニャンバクさん、6位ファワジズさん、5位キャトルさん、4位ソランさん、3位アルビンズランクさん、2位ハヤちゃんさん、1位がナツメさんでした。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、またね、ありがとうございました。